こんにちは。こんにちは。始めていきましょう。実はですね、今回は、なんと、枚方市駅前のビオネさん5階にあります、ビーゴをからお届け、ついに来ましたね。ロープするロープするってずっと言い続けてるやつが、ついにロープしました。ありがとうございます。で、今日はですね、ウルグアイっていう国生まれのアルゼンチン育ち、アレックス。アレに来てもらってます。なんと彼はスキーのインストラクター、なんと北海道ニセコ、それ教えに来てるわけ。日本に教えに来てる。いろんな国でスキーを教えてる。そういうスキーっていう意味です。 What a five country is right? Around five country. Where? アルゼンチン。アルゼンチンのオーストリア。オーストリアの、アンドラかな、アンドラかな、アンドラ between Spain and France、in the middle、アンドラ、スペインとイタリアの間にあるアンドラ、日本、4カ国、イタリア、あとイタリア、5カ国でスキーを教える。大会に出たりとかそういうことをしてるの？だからオリンピック出たりとか。いや、見るはずだ、見てるかな。したことはあるけど、それもしたことあるのも、あれもそうだね、あれは高校生の修学旅行みたいな。僕も高校生の修学旅行行った。あの、セキュリティスキーしたいって言ったことあるの？そう、our age、our、ハイスクールはジュニアハイスクール、スキーチュー、スクールチュー、スキーチュー、スキーチュー。Where?日本人は日本語を買う先生からスキーを習う方が上達はもちろん早いよねって言って、日本人には教えないので、彼は言うても、北海道に海外から旅行に来た人が、海外から教えに来た人が教えるってこと、なんで日本いや、日本は理由があるね。そういったレーズンっていう感じのジャパンはね、あのね、ラグジャパン、ラグジャパン。 So why you here in Japan? Why you decided to choose? Because Japan for many reasons.But working because the best snow in the world. これです。ベストスノーインドは世界で一番雪質が。そって言ってるだけや。違う、そんなことない。絶対日本人の彼女とる。それは知らん。それは知らん。オーストリア人の彼女は来たから次に戻るって。ああ、そう。He's saying why you come here.That's why you have Japanese girlfriend here. You left Italy, so you lost the Italian girlfriend. First for the snow. Second, because I want to learn more about Japanese culture. And third, because I want to get married to a Japanese girl. そう、3番目、理由の3番目。なるほど。あの、日本人の女性と結婚したい。なんか別に、だからといって嬉しくはないけど、
まあまあまあ、そうか、日本好きだよね。そう、You're so smart, you like Japan. ありがとう。で、なんていう学校が知ってます？あれのスクール、北海道ニセコにあったんです。なんか聞くところによると、メッシスクール。イエス、サッカープレイヤー。じゃあアルゼンチンのことで分かることないのか。あれね、アルゼンチン、メッシじゃないけど、スワレス。いや、だからそれもサッカープレイヤーで、ジダンだ。ジダンはな、なんていうの、そこは関係ない。関係ないですね。前は、なんていうの、いや、そう、まず、メモリはスクールに見せる。ゴースノブ。ゴースノブ。ゴースノブ。We are 250 teachers in Gosnell. なんと、このインターナショナルなスキー学校は250人も先生がいるんですよ。And we are 15 Argentinian ski teachers. 15人のワンファイブ。15人のアルゼンチンから来たスキーの先生がいる。先生、250人の生徒も、うん、多分山盛りおんねやろ。だから2世紀でもあれか、1の2、その人の先生が面倒見れるのが3人と4人とか、まあまあまあ、まあまあ、そりゃそうでしょうね。そう、ワンクラス、ターメニックス、シューデル、2クラス。で、ベンス。で、マイクラス、マクシム、between 3 and 6。まあ、I only teach private. じゃあ結構、あれ、マンツーマンみたいなのしっかり教えてくれる。まあまあ、そうだね。じゃあ、田中さん、告知してもらいましょうか。はいはい。ただいま、ビオロネではですね、これハロウィンフェスタ開催中でございます。ハロウィンフェスタ館内7カ所の、このスポットを回っていただけると、小学生以下の様には、なんとお菓子プレゼントしちゃいます。すごいじゃないですか。参加無料ですよね。ぜひ売ってござんで。ここもその人です。そうです。ここにもありますよね。映ってないと思います。ここにも後で、なんか入ると思うんですけどね。7箇所で、写真を撮る。そうです。中に入って、なんかポーズちょっと撮っていただいて、お隣になりますよね。楽しんでください。いいですね。それと、はい、26と27の2日間もですね。はい、土日。はい。かぼちゃを、ポンペ、ジャックオーランタンを作ろうと。毎年恒例の。毎年恒例の。これの、かぼちゃを、本気で掘るというやつになりますよね。これは、参加費は500円ですけど。このちっちゃいカボチャ、これはちょうどこんな感じだね。そうですね。カキハウの。いや、それカキハウリ。カキハウリは大きい。カキは折れづらいやつ。わからんで。うまい。はい。ぜひご参加お待ちしております。はい。はい。それと、もう一個。はい。10月最後の日曜日、10月27日にはですね、ワンワンクラワンが冒険譲渡会というのを行います。はい。ですね、保護されたワンちゃんの里親を募集をしてみたり、あとは、まあ、ワンちゃんに関係するですね、テントマルシェを開催しておりますので、ワンちゃん好きの皆さんは、ワンコを連れてぜひお集まりください。10月27日やね。そうですね。はい。正面玄関前、外で開催です。夜の外。そうです。はい。はい。お待ちしております。はい、わかりました。じゃあ、ぜひ、詳しくはあれだね。詳しくは、このホームページのコーラに、それやっちゃう出るかもしれません。出ないかもしれません。はい。カメラの向こうの人が苦笑いしてます。はい。ホームページをチェックしていただきます。はい。お願いします。はい。じゃあ、今日はこの辺で、いいですか？いいですよ。はい。はい。じゃあ、コラボやりましょう。はい。どうもありがとうございます。ありがとうございます。じゃあね。バイバイ。